心霊現象研究協会のロゴ心霊現象研究協会は1882年にケンブリッジ大学トリニティカレッジの心霊主義に関心のあった3人の学寮長によって設立された非営利団体である。この組織は頭文字を取って SPR と略称される。心霊研究協会と訳されることも少なくないが本来科学的研究を意味する。 サイキカルリサーチと元はその訳語でありながら日本独自に心霊主義的に発展した心霊研究とは異なる。ヘンリー・シジウィック初代会長初代会長は哲学・倫理学者でもあったヘンリー・シジウィック教授である。一般にこれをもって超心理学元年とされている。教会の目的は心霊現象や超常現象の真相を 救命するための科学的研究を促進することであった。当初、研究は6つの領野に向けられていた。すなわち、テレパシー、催眠術とそれに、類似の現象、霊媒幽霊、高齢術に関係した心霊現象、そしてこれらすべての現象の歴史である。その計画の一つが、厳格の全国調査であった。1885年には、 アメリカ合衆国でも、ウィリアム・ジェームズらによって、米国心電現象研究協会が設立されて、1890年には、元祖、SPR の支部になった。有名な支持者には、アルフレッド・テニスン、マーク・トウェイン、ルイス・キャロル、カール・ユング、J.B. ライン、アーサー・コナン・ドイル、アルフレッド・ラッセル・ウォレスなどである。少なくとも初期は、協会の会員が異端者呼ばわりされたり、 その研究が疑似科学だと言われたりするようなことはなかった。教会は1884年のブラバツキー夫人と新知学協会のトリック暴きで名を挙げ、設立後30年間とりわけ活動的だったが、霊媒のトリックを次々に暴いたりしたため、アーサー・コナン・ドイルなど心霊派の人々が退去して脱退したこともあった。ありがとうございます。